どうも、内山美恵です。今日はね、ココさんとドライブデートをしていこうと思います。最近さ、暑くてさ、全然外出れなかったもんね。今日はすげえいいタイミングで涼しいんですよ。久しぶりの外散歩行こうではありませんか。楽しみだね。気合の方どうですか？今スコってなってる。気合の方は良いですか？いいですか？楽しみだね、ちょっとね。よし、じゃあ早速行ってみよう。でん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 。足短い。こんなしかない、こんなしかない足が。よし、どこ行きますか？とりあえず海沿いドライブ行きますね。ドライブ行ってみよう。雨降んないといいね。涼しいにはいいんだけどね、曇りが。天気持ちますように。楽しみだね。もうちょっとで着くから待っててくださいよ。まずどこ行こう。海よ来い来い、ここいパンパパン、朝はパン。どういうこと？まず中央海岸行ってみますか。中央海岸からドドドーンと海沿いをロケーションハンティング行きますかね。はい、到着。さあ行きましょう。おおおおおおし、行きましょう。はい、行くじゃー、向かい行くじゃー、行くじゃー。はいはいはい、行きます行きます。はい、はい、行きましょう。はるばる来たぜ、海沿い。じゃじゃーん。速攻だよ、速攻戻ってきたよ。絶賛今柏崎花火の準備中か何かで超工事してるので、次の場所に行きます。どうやって撮る？おー、ナイス。ちなみに普段ここがポケモンのジムになってて、平日の昼間はいないんすわ。ここで我が家秘伝のキムチじゃなくて、ココさんのお水でございます。おい、飲めますか？水熱いですね。もういいですか？大丈夫？次行けそう？よし、次行ってみます。川なんですよ。で、川と海がすぐそこで合流しております。たまにね、ここでなんていうの、サップとか川の中でも波待ちみたいなのしてる人がいて、あれは何やってんだろうな。波乗り坊よね。夏だけど暑そうだよね、こんな毛皮まとってさ。今日はね、全然暑くないからいけるけど、こん
今度は早朝と日が沈んでからだね。ここ散歩は結構シャコタン見失うんだけど。頭ぶつけてるね、あなた。もう落ちるなよ、ココちゃん。落ちないでよ。荷物が。あっちがね、米山さんですね。で、あの山越えたところに、冬、キューピットバレスキー場っていうところにいるんですけど、これがね、向こう側なんですよ。こっから1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいか。風が気持ちいいね、ここちゃん。今日はいい日だ。ちょっとね、今日散歩してカロリー消費したので、というか私の休日に一応付き合ってもらったので、ココちゃんにおやつをプレゼントしたいと思います。普段ね、うちはドッグフードばっかりで、全然なんかおしゃれなおやつっていうのね、食べたことないもんね。ちょっと買い行くか、せっかくだしね、行ってこよう。今魚跳ねた、ぼちゃんって言ってよ。あ、跳ねた跳ねた。こっちは魚跳ねたよ。え、2回目のココさん給水タイムでございます。はい、どうぞ。あれ、いらないの？いや、水飲んどいたらいいっすよ。マジっすか、タフっすね、ココさん。ちょ、お水いらないっすか？暑かったっすよ。ベロダーダー出てるじゃないっすか。そんなに水分は欲してないわ。あ、そうなの？オッケー。じゃあ、今日のお礼にココさん、美味しいスイーツ、今から買ってきますんで。じゃあ、私ここで靴が入れ回ってるから、おすすめのやつ買ってきてちょうだい。了解しました。ただいま、ココちゃん。ココちゃんのおやつを買ってきました。見て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 、じゃーん。ちょっと甘やかしだよね、完全に。こんなの売ってるんだね。本当はさ、ケーキでも買ってきてあげようと思ったんだけど、夏にぴったりじゃないですか。プリン開けてみよう。ちなみにこれミルク風味とカスタード風味があって、めっちゃプリンのいい匂いするんですけど、何これ。え、何入ってんだろう。こういう感じです、内容成分は。人間も食べれるんじゃない。ココナッツオイル使ってんだって。プリン、めっちゃプリン、プリン。え、超いい匂いするカスタードプリン。やばい、自分のプリンも買ってくればよかった。ココナッツオイル。ココさんはまだ気づいていない。うわー、気づいた気づいた気づいた。いいでしょう。プルンプルーン、プルンプルーン。ココちゃん、はい、お座りしてください。ココちゃん、お手できる、お手。それを伏せだね。ココちゃん、それ伏せだよ。お手、お手は。ココちゃん、お手。あー、いい子だ。おかわりは。お手だね。じゃあ、おかわり、おかわり。はい、いい子だ、いい子だ、いい子だ。待てよ、待てよ。よし、食べた。美味しかった。え、なんか落ちた。え、落とした。落ちてない、落ちてないよ。くーちゃん、美味しかった。味わうとかないね。あー、一瞬だね。秒で終わったけども。こういうのはね、一日一個って決まってるんですよ、お菓子は。ね、残りはね、まだ4つぐらいありますから、4日間ぐらい甘やかしたいと思います。めっちゃいい匂いだよね、うん、美味しかったか。はい、ココちゃん、エンディング撮りますよ。いいですか。はい、というわけで今回はココさんと一緒に
ドライブしながら海沿いを散歩してみました。この動画が良かったなって思ってくれた方はぜひグッドボタンとまだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったら関連動画とか再生リストとか興味のあるものあったらぜひ他の動画も見てもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ手貸してくれ。